コスモケーキリークマスターを使用した際の日常点検編。まずはテスターをマニュアルにするためパスワードを解除します。設定しているパスワードを入れてください。デフォルト設定は0000です。はいを押してマニュアルにします。次に OK ワークをつないだ状態でテスターを起動します。測定が完了しましたら、測定値を控えておいてください。次にリークマスターを接続していきます。テスター前面の構成ポートの右側を開けてください。J タイプ仕様の場合、CALバルブをオンにしてください。J タイプ仕様でない場合、上のマークは出ませんので、そのまま計測してください。測定が完了したら、先ほど控えた値と見比べます。リークマスター漏れ量分の値が入っていれば問題ありません。測定ができましたので、元の状態に戻します。J タイプ仕様の場合は、CALバルブをオフにしてリモートに切り替えます。最後に鍵ボタンを押し、キーボードロックします。リークマスターを取り外します。取り外したリークマスターは専用の箱に保管します。構成ポートに栓をして現状復帰します。以上でリークマスターを使った日常点検動画を終わります。ご視聴ありがとうございます。この動画の音声は音読さんを使用しています。